はい、道の駅市や赤坂でございます。はい、日本一小さい道の駅でございます。ちょっと覗いてみましょうかね。水仙の丘です。5万本の水仙の丘でございます。でこれずっと右に振りますとね、はい、こう市や赤坂のここに、ね、看板があったとしらなんだね。あそこにあるのが日本一小さい道の駅でございます。手前はね、広場になってまして、広場ではね、手作りの小物を売ったりね、夏関係かな、なんかあんな売ってありますんでね、ちょっと取材してみましょうかね。ここは小物のお店でございましてね、千谷赤坂村で唯一ね、小物を販売されてますよね。綺麗でしょ、これ。ね、ほんと綺麗でしょ。さっきいろいろ聞いたんだけどね、あんなイグサをこう、こういうふうなね、手作りでされたらしいですわ。すごいね。はい、ありがとうございます。そしたらお嬢さんとかもちょっと見せてもらおうか。このお店はあれなんですか、9時からなんですか、時間は。あ、10時からですか。いや、先ほどあこの道の駅聞いたら9時からおっしゃったらけど、道の駅の後は9時から。これ曲がり出品ですか、これ。おお、常設じゃないの。常設じゃないです。あの辺あれ何でございますか、あの向こうのやつは。あれも普段お客さんがテーブル代わりに使ったり、暑いので屋根があった方がいいよね、はい。あれ、お客さんが使うやつ、うん、あ、どうだよ。ちょっと商品説明してもらっていいですか。オーガニックの食材を量り売りで販売してます。はい、で、わしらは全然意味分かってないんだけど、量り売りということはこれからグラムで売ってくれるんだよね、出して。あ、そうですね、はい、あ、書いてあるお値段が全部1グラムのお値段なので。えらい安いのが1グラムでございますか。これなんか8円とか書いてありますね。1グラムで8円、まあ、いくら分とか、はい、何粒ください。ちょっと大変やね、売る方もね、お客さんいっぱいになると朝大変でしょ。あ、買いたいんで。容器は持ってくるんですか。はい、はいはい、なかったらこちらからお渡ししてますけど、はい、有料で。あ、そうですね、はい。わしら全然意味分かってないんだけど、いっぱい色ありますねほんで一番売れるのは何でしたっけ。夏目やし、はい、初めて言えるんやけど、これなんだろう美味しいですね。美味しいよ。いや、食べたことないけど美味しいんですか。試食食べる。え、試食食べる。いや、食べなくてもいいわそれもお茶なんですか。はい、この辺は正論のティーになってることはやっぱり紅茶です、ね、紅茶やね、うん、なるほど失礼しましたそういうことやね。なるほど。それは手間がかかるかなと思ってな。手間がさ、でも昔はみんなこれをしてたわけなんで。昔はね、パッケージっていうものがないからね、うん、このすだけやから。なるほどなるほど、それは失礼しました。いえいえ、こんなもん売っとるんですか。そうですね。これは一体何なんですか。プラスチックを使わないグッズみたいな感じ。あ、ということはあなたはエコのことに詳しいんだな。エコにも。いやいや、エコにも詳しそうやから。こんな、これなんかあれでしょ、タワシでしょ。うん、タワシ。ヤシの実かなんかの。そうそう。おお。ほんで、この石鹸も作ってんの。石鹸は、石鹸作家さんが作ってます。はい、誰が作ってる。石鹸を。野菜売り場でございます。ね、トマトに、ナス、キャベツ、ほうれん草。それが玉ねぎに、レタスに、何やこれは、じゃがいも。これが分からへんだけどね、何がね。何だろうね。これは何ですかね。あ、梅か。作ってる方のね、別店で売ってありますよ。はい、ありがとうございます。これ何ですか、これ。あ、フラワーかね。郷土資料館ね、あっちが郷土資料館ね。はい。トーチ。いろんなもん売ってあるからね。こうや、これ、ね、これが米の菓子でございます。これがケーキでございます。こんにゃくもあるの、これ。これなんだ、あゆか。上ちょっと上がってみましょうか。
上がね休憩所になってますから、はい、外を見てみますとね、これがクスノキホールでございます。クスノキホールでね、でずーっとこっち降ってみるとね、富田橋の方がね、方面、富田橋方面、これ来たよね、二条山か、二条山が見えてますね、二条山ね。でずーっとやるとこちらの方が桂木山、桂木山、もうだいぶ雲かかってるけどね、これで金剛山、金剛山だいぶ雲かかってますよね、目の方セルフで休憩所できるようになってます。ちょっと今プール入ってないけど暑いけど ね、間仕切りもしてくれてるけどね、もういないやときはね、セルフで水かね、 ありがとうございました。千葉赤坂村でございました。千葉赤坂村、道の駅千葉赤坂でございました。ありがとうございました。